ミハイル・クトゥーゾフ、ミハイル・イラリオ・ノビチ・ゴレニー・シチェフ・クトゥーゾフ公爵、1745年、9月16日、ユリウス歴9月5日から1813年4月28日、ユリウス歴4月16日は、帝政ロシア時代の軍人。エカチェリーナ2世、パーベル1世、アレクサンドル1世の3代にわたって使え、外交官としても活躍した。 1745年、ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクの軍人の家に生まれる。父親もピョートル大帝に仕えた軍人であり、家系は帝政ロシアで重きをなした女チウルス系モンゴール貴族の歌の一つであり、聖のクトゥーゾフはトゥルク系の聖である。1757年、貴族砲兵学校に入学。14歳で軍隊入りした。 砲兵学校卒業後は母校の数学の教官を務めている。対ポーランド戦争や対トルコ戦争に従軍し、有名を挙げた。1774年、オスマン帝国との戦争、第一次ロト戦争、1768年から1774年で右目を失っている。赤岸の軍人としては、同時代にイギリスのホレーショネルソン帝督がいる。 エカチェリーナ2世時代の第二次ロト戦争、1787年から1791年、では、名称アレクサンドルスボーロフ将軍の敗下として、オスマン帝国側の重要戦略拠点である、イズマイル要塞、現ウクラナオデスサ州攻撃に加わった。クトゥーゾフは5度に及ぶ要塞の両方に対する過敢な攻撃で、1790年12月、 イズマイル要塞を陥落させ、スボーロフより称された。その後、1802年には予備役となったが、1805年の第三次大仏大同盟で現役に復帰した。1805年の対フランス戦争では、ロシア・オーストリア連合軍の総司令官として、ナポレオン一世が率いるフランス軍と戦うが、アウステルリッツの戦いで敗北。この後、地方の知事職にされたが、 1806年に始まるタイトルコ戦、1806年から1812年では、モルダビア軍の総司令官として、再び軍港を挙げ、ロシアに有利なブカレスト条約の締結に密にした。ナポレオンのロシア遠征、1812年が始まると、総司令官、ミハイル・バルクライド通りの焦土作戦、退却作戦に批判が高まり、8月20日、 世論に押される形で六十七歳となったクトゥーゾフが公認の総司令官に就任した。バルクライは決して無能ではなかったが、軍内部であまり人望がなく、一般国民の間では無名に等しかった。かつての英雄、クトゥーゾフの総司令官就任は全軍の士気を一気に高めたと言われている。また、ロシア軍が国民の愛国心に訴えた結果、ロシア中から 義勇兵が集まり、戦争に参加した。クトゥーゾフの着任後、ロフツ両軍は、ロシア中部、モスクワの西112キロメートルのボロジノ、モスクワ州で激突した、ボロジノの戦い。8月26日の大戦闘では、両軍ともに、甚大な被害を出した。損失は、ナポレオン軍2万5千人、ロシア軍7万人であった。この戦いで、 ロシア軍が退却を余儀なくされる一方、フランス軍も決定的な勝利を得るには至らなかった。戦争論で有名なカール・フォン・クラウゼビッツはこの戦いについて、クトゥーゾフはボロジノで勝てるとは考えていなかったが、宮廷勢力、軍隊、ロシア国民の声が彼に改戦を強要したと書き記している。クトゥーゾフは、ナポレオンもまた、公式文書においては、自軍の勝利であると発表した。 その後クトゥーゾフはバルクライと同様に退却を強行、生徒モスクワの明け渡し策に出た。クトゥーゾフはこの時、モスクワを失っても、ロシアを失うわけではない。しかし軍隊が全滅すれば、モスクワとロシアが滅びると述べ、周囲を説得している。この作戦は、モスクワを放棄し、ひたすら、フランス軍の自滅を待つというもので、 これにより二十七万五千人のモスクワ市民の疎開が始まった。十一万のナポレオン軍は人口わずか一万人ほどとなったモスクワに無血入場を果たしたが、市内各所には火がかけられ、全モスクワの三分の二が廃墟と化した。クトゥーゾフは南方からモスクワを包囲してナポレオン軍の領土を断った。三十五日間のモスクワ滞在では冬の到来により、 周囲より孤立し、また、深刻な食糧難に陥り、さらに、モスクワ市外からのロシア軍の絶え間ない攻撃に、苦しんだ。ロシア皇帝アレクサンドル一世は、三度にわたって、和平交渉を求めるナポレオンに対し、私は、祖国の恥に調印するよりは、髭を伸ばして、我が農民たちと一緒にジャガイモを食べることに同意する。方がましだと述べて、これを拒否している。 コンマケしたナポレオンが、ついに退却を始めると、クトゥーゾフは必要な追撃戦を敢行し、フランス軍の撃退に成功した。ロシア軍のみならず農民パルチザンが追い打ちをかけ、ナポレオンが、ロシア領内を出た時には、廃山兵3万を残すのみとなっていた。この功績により、スモレンスク港の称号を授けられる。翌年も、フランスへ侵攻するロシア軍の指揮をとったが、ぶん 原ポーランドに手火応没した。67歳であった。クトゥーゾフは、ナポレオンを完全に失脚させることについては終始、会議的で、戦いの成果は、ロシアあるいは、大陸の他のいかなる国のものともならず、すでに海洋を支配している国、イギリスのものとなるだろう。その国の派遣は容認できないと述べていたと言われ、ヨーロッパの解放者として、 ナポレオン後のヨーロッパの国際上確率に主導権を発揮したい皇帝へアレクサンドル一世とは考えが食い違っていた。彼の死後、帝都サンクトペテルブルクのネフスキー大通り中央にある火山聖堂には壊滅したフランス軍の軍機が奉納され、クトゥーゾフの遺体が安置された。火山聖堂は帝政ロシアにとっては祖国戦争勝利を記念する建造物となったのである。 軍事の天才と言われるナポレオンに黒星をつけた数、少ない人物の一人であるが、彼に対する評価はまちまちである。ソビエト連邦時代のヨシフ・スターリンは、独ソ戦、大祖国戦争のさ中クトゥーゾフを、国民的英雄と位置づけ、クトゥーゾフ勲章という彼の名を冠した勲章を設けた。その一方で、クトゥーゾフは、消極的で臆病な老軍人に過ぎない、あるいは、ミスミス、 ナポレオンを逃がした無能者であると非難されることがある。クトゥーゾフが退却するフランス軍に大規模な攻撃を仕掛けなかったのはなぜか。そもそもロシア軍の焦土作戦自体が計画的なものであったのか、偶発的なものに過ぎなかったのかなど、ナポレオンのロシア遠征時におけるロシア側の作戦構想については現在でも様々な意見が交わされている。ただ、クトゥーゾフや バルクライが実施した作戦は、前世紀には、ピョートル大帝が大北方戦争で、次世紀には、ソビエト赤軍が大祖国戦争で、同様の作戦で成功を収めていることもあり、広大な領土を利用したロシア式戦法の一、例として、一定の評価が与えられている。クトゥーゾフは、皇帝三代にわたって仕えた縮小であるが、アレクサンドル一世とは、折り合いが悪かった。アウステルリッツでは、 名ばかりの司令官に格下げされ、作戦上の進言も軽視された。また1812年、彼の総司令官への抜擢にあたっては、アレクサンドル本人は、かなり渋っていたと言われる。かなりの肥満体質で、女癖も悪かったと言われている。同時代人からも揶揄されるのは、こうした風評や外見にも起因していると思われる。その一方、 世論の後押しで総司令官に抜擢されたように、兵士や一般国民からの人気は高かった。レフトルストイの小説、戦争と平和では主要人物として登場し、高い評価が下されている。オードリー・ヘプバーン、ヘンリー・フォンダ主演の1956年のアメリカ映画、戦争と平らでは、オーストリア出身のオスカー・ホモルカがクトゥー・ゾフを演じている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。